さあ、ここでボールを奪った、内田。いいですね。さあ、観客からも大きな拍手が沸き起こりました。遠藤から。さあ、今度は左サイドから。長野も高い位置。ここから、今、本田、香川、間でボールを受けました。まあ、左のこの3人とも、あれでしょう、コンビネーションですよね。長野から、前線が入ってね。サーブさせると思うんですよ。はい。意外とこのラインが低くなって、ステージがないから、不思議。しっかりないって感じになっちゃうね。いるからね。疲れもあると思うよ。田辺さん、そして日本代表ですが、スタッフから指示がありまして、先にパスで酒井宏樹、吉田、そして大久保がウォーミングアップを始めました。なるほど。まあ、ヒレッセのコーナー